中京 TV スポーツ。4年間、はい、まず振り返っていただいていかがでしょうか。まあ、そうですね、振り返って、はい、まあ、結果はあまり出てなかったんで、まあ、その考える日々っていうのが大体を占めたんですけど、まあ、でもすごい考えて考えて苦しんでいく中でとても充実した日々ですし、こうやってそういう機会を与えてくださったこの中日ドラゴンズさんにはとても感謝しています。引き出し増やして変化球も増やしていろいろと頑張っていらっしゃいましたが、はい、一番誇れるシーン教えていただけますか。これシーンですか。誇れるシーンはまあそんなないんですけど、まあそうですね、まあ、あまり一軍で投げてる機会も少ないんで、そのまあ3勝したんですかね、その全部の3勝であったり、今年中継ぎちょっと一軍で投げさせていただいて、あの延長とかでしびれる場面でもその声援もたくさん受けて初めて投げることができたんで、そういう面ではいい経験できたなというふうに思っています。情熱のバラがかかるのをすごく楽しみにされてて、皆さんも応援してたかと思いますが、はい、いかがでしょうか。まあでもそう、実際今年もそういう延長とかで投げてて、すごいファンの皆さんの声援もすごい大きくて、とても自分もよし行けるぞっていう気持ちもなりましたし、すごいそういう応援してくださったファンの皆様には本当にありがたく感謝の気持ちでいっぱいですね。一番お世話になったドラゴンズでの首脳陣とか先輩とか、はい、いかがでしょう、一人と聞くならば。まあそうですね、まあ、先輩方にはすごい自分も結果出ない時にアドバイス、各先輩だったり同級生とかだったり柳とかに聞いたりはしたんですけど、まあそうですね、4年間大体ファームでいることが多かったので、まあ、今年であるなら、まあ、山井コーチと浅尾コーチにはすごい指導をマンツーマンでしていただいたり、自分をまあ推薦されているのもうすうす気づいていたんで、そういうことをしていただきながら、まあ、結果で恩返しできなかったっていうのは、まあ、悔しいなとは思いますけど、まあ、その、まあ、悔いを少しでも減らすために今年準備とかいろいろしてきたんで、まあ、それは仕方がないかなと思いますし、まあ、感謝している人はまあ関わってくださった、もちろん1年目から小笠原コーチだったり、それこそ門倉コーチだったり、たくさんのコーチに教えていただいたんで、そこの面はとても感謝しています。はい、今日に今日ですが、今後のことというのはこれからですか。まあそうですね、まあ、本当に昨日までは現役でやるつもりではいたんで、まあ、本当に昨日の今日なんで、まあ、今のところは現役続けたいなとは思っているんですけど、まあ、そういういい話があればまた、まあ、これからの人生の方が長いですし、まあ、野球にするにせよしないにせよ、まあ、しっかり慎重に考えてやっていきたいなと思います。放送で他にございますか。